ダークダックスは1951年から2016年まで活動していた男性の重症団である。過去のレコードジャケットではダークダックスという表記がされる時もあった。同グループのメンバー数は活動の中心時期には長らく4人だった。メンバー全員、慶應義塾大学経済学部出身。同大学の男性合唱団ワグネルソサエティのメンバーたちが 1951年のクリスマスパーティーでホワイトクリスマスの合唱を披露したことがきっかけで結成。ただしこの時は高見沢博士が入学する前だったのでメンバーは3人だった。結成当時はジャズ、黒人霊歌を中心に活動していたが、後にオリジナル楽曲やロシア民謡、山の歌、昇華など幅広いジャンルの楽曲をレパートリーと、 するようになった。1957年に、ロシアミニオー、トモシビをヒットさせ、一躍スターダムにのし上がり、当時としては、異例の年6枚のアルバムを発売し、記録的ヒットを収め、歌謡界にコーラスブームを巻き起こした。1957年3月22日、発演総会を開く。翌1958年に、第9回 NHK 紅白歌合戦に、 初出場し、以後、1971年の第22回まで14回、連続出場。1976年の第27回に、再出場を果たし、通算15回出場している。第9回、第10回は彼らの歌のラジオの音声が現存し、1960年代中期からは、映像が現存する。 第10回は2009年4月29日放送の NHKFM 今日は1日戦後歌謡三昧の中で彼らの歌も含め全編が再放送された音楽活動は日本にとどまらず世界各国でも行っておりことにソビエト連邦へは1960年1962年1972年1974年 1977年の5回に、渡り長期演奏旅行を行い、盛況を極めている。なお、1967年のソ連訪問は、4月の、東京モスクワ間の直通定期、旅客航空路線開設に伴う、東京発モスクワ駅第一便搭乗者としての、招待旅行であり、演奏旅行ではない。1987年には、 メンバーが変わらない日本で最も長期にわたって活動するコーラスグループとしてギネス世界記録に認定。1993年支持報奨受賞。これまでにグループ全員による受賞は前例がなく話題を呼んだ。同形態を取るコーラスグループ、デュークエーセスとボニー・ジャックスとの三者共演の歴史は古く1973年4月の第2回。 東京音楽祭で国内大会と世界大会との間の一週間に企画された東京音楽祭ウィークでのコンサートビッグサンムの共演にまで遡る。また、1986年3月にはザッツハーモニーと銘打った全10日間の合同企画も開催されている。これは最初の3日間ずつで夫が単独のリサイタルを行い、 最終日に三者合同で歌うという日程であった。その後、21世紀に入った頃から、三者共同での、紹介祭は、恒例として、たびたび行われるようになった。1997年に、一過性脳虚血発作で、漫画三個と、佐々木光が倒れ、翌年より、療養生活に入る。新メンバー商兵の話もあったが、他のメンバーのダークは考えられないと。 スタッフや講演会が反対、あくまで漫画復帰を待つということで、コーラスのパートをカルテットからトリオに再編し、以後3人のメンバーで活動。2008年に群馬県縦林市にダークダックス、縦林音楽館がオープンしている。2010年2月からは、パクさんこと高見沢博士も病のため療養。そのため残った、 メンバー2名はダークと縁が深くステージ共演も多い、シューサエコをゲストボーカルに招き、シューが高見沢のパートを担当する形で、ダークダックス・ウィズ・シューサエコというユニットを結成し、活動。しかし、2011年1月7日に、高見沢博士が77歳で急成。これを受け、ダークが持つ特色や二人では、ダークダックスとしての音楽活動はもはやできないという。 判断から同年3月29日放送のありがとう。ダークダックスにて、この番組をもってダークダックスとしての活動を一区切り打つことが発表された。活動休止宣言から約半年後の2011年11月17日18日、放送ラジオシニアビンへ、ゾウさんとゲタさんが出演し、グループ60年の歴史を振り返った。 二人での活動再開についても、まだ完全に立ち直ったわけではないからとしながらも、ないとも言えません。まだ先が長いつもりで考えていきたいと思いますと、今後に含みを見せた。2012年に入ってからは、恒例となっている、デュークエーセス、ボニー・ジャックスとの合同コンサートを行うなど、活動を本格的に再開。2016年3月26日に、 病気療養中だったゲタさんこと、木曽明が85歳で逝去。また、同年6月20日には漫画さんこと、佐々木公が84歳で逝去。存命するメンバーが、遠山はじめだけとなり心配されたが、同年10月から再び、秀才子との共演による、ダークダックスの増産さん、秀才子により、コンサートを再開。現在もほぼ年1回のペースで元気に活動を、 続けている。2019年7月には、ゾウさんの取り下ろし、ナレーション入りのベストアルバムを新たにリリースし話題となった。など。その他の古くからある日本の章歌なども幅広く歌っており、レパートリーは数千曲に及ぶ。他多数。ダークダックス、立林音楽館モリンジの東側に2008年4月12日にオープン。 特定非営利活動法人、ダークダックス、立林音楽館が全国から約4000万円の寄付を集めて建設した。メンバーが使用していた楽譜、演奏会のポスター、レコードジャケット、メンバーの写真などが保存、展示されている。月に1回メンバーが訪れ、歌唱指導やトーク活動を行っている。東京発モスクワ行き第一便は、 招待客70人、一般乗客20人の合計、乗客103人。招待客には、ダークのほか、1925年に、日本人初のシベリアジョーク横断飛行に成功した、安倍博士、歌手の石井よし子、ザピーナッツらもいた。国会会期中につき国会議員の招待はなし。招待客一行の団長は、安西正夫、昭和電工社長。 モスクワレニングラードソチを訪問した。1973年の第2回東京音楽祭では国内大会と世界大会との間の1週間を東京音楽祭ウィークと銘打って国内大会翌日の22日を除き国内外の優れた演奏家によるコンサートが連日開催された。ダークデューク・ボニーによるコンサートビッグサムの共演は 4月23日午後7時より、東京郵便貯金会館で開催。1986年3月3日から12日、会場は、東京、新宿のシアターアップル。単独公演は、ボニーが35日か、ダークが68日か、デュークが911日。12日が三者合同のステージ、スペシャルナイト。 2月26日の新聞記事が出た時点で最終日の切符はすでに完売であった。立ち位置は向かって左右へ高温低温となっている。設立時パークは全員非常勤取締役に就任した。その後、右予曲折を経て特馬ジャパンコミュニケーションズへ譲渡され、現在は一レーベルとして存続している。漫画こと佐々木は 山月が講じて、立品高原で、ペンション、アドリブの管理人もしていた。立ち食い、立ち飲み式のカウンターで斜めに立ち、より多くの客がカウンターに立てるようにすること。展示て少し奥に詰めること。読売年間2016年版。 P505 音楽の友も者25年の歩み1960年公演は6月1977年6月27日第7面ソ連に強いダークダックス1972年7から8月のソ連公演旅行を報じた読売新聞1972年7月17日第9面ダークがまたソ連へによるとダークダックスの放送は昭和35 37年に続いて3回目、10年ぶり。1977年公演は6月。朝日新聞1977年6月15日、受けたロシア民用ソ連公演のダーク。朝日新聞1977年6月27日、第7面、ソ連に強いダークダックスで、確認可能。なお、後者の朝日右巻記事によると、今度は五回目。 概要は、トラベルウォッチインプレスの記事、または、当時の主要各紙の記事を参照。最初は、週一往復で、初代期は、全116席のつマイナス114型機。片道運賃はエコノミーが19万3900円、ファーストクラスが31万5000円であった。ABC 日本経済新聞1967年4月20日、第11面。 今度は、モスクワへ一番機出発。朝日新聞1967年4月20日、第10面、モスクワへ出発微速航空路東京から第1便。AB 毎日新聞1967年4月20日、第1面、モスクワ行き一番機出発。朝日新聞、1967年4月19日、第15面、42年ぶりシベリアの空。 AB 朝日新聞1967年4月27日、第10面、空から訪問したソ連。朝日新聞1967年4月20日、第10面、モスクワへ出発日、そ空路東京から第1便。毎日新聞1967年4月20日、第1面、モスクワ行き一番機出発。日本経済新聞1967年4月20日。 第11面、今度は、モスクワへ一番期出発、及び、今日のソ連邦1972年10月15日号、P44 から45、10年ぶりのダークダックス、などで確認可能。読売新聞、1973年4月5日、第13面、スポット、東京音楽祭に記念コンサート、朝日新聞1973年4月20日、 発来日組も加えた際に21日から29日、東京音楽祭。朝日新聞1986年2月26日、第15面、3グループ、声を揃えて、ザッツハーモニー。A.B. ダークダックスの、たくさん、高見沢博史死去、77歳 MSN3K ニュース、NHK 文化講演会15初週、人生皆恩人。 p200ab, 不法佐々木孝さん84歳イコールダークダックスメンバー。毎日新聞。http コロンスラッシュスラッシュ main ichi.jp スラッシュアーティクルズスラッシュ20160622スラッシュ k00 スラッシュ 00m スラッシュ040スラッシュ 108000c2016 年6月21日閲覧。 2011年3月29日放送、ありがとう。ダークダックスにいて、ダークダックスの漫画さん、佐々木孝さんが死去。産経新聞。 <laughs> h t t p w w w s a n k e i c o m スラッシュ entertainments スラッシュ news スラッシュ160621スラッシュ ent1606210015-n1.html2016 年6月21日閲覧。ダークダックスのゲタさん、アキ明さん、85歳で3月末に死去。スポーツ放置。 http://www.hotch.cojp.entertainment.2016 404ート h t 5 0 2 7 h t m l 2 0 1 6年4月4日閲覧。悲しいゲタさんとの別れ。ペギー・早間のブログです。2016年4月3日閲覧 NPO。法人放送批評懇談会第14回ギャラクシー賞受賞作品。 ありがとうございます。